時刻は12時32分になりました。沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄、今日は引きこもり不登校支援人材育成協会から、桃原七重さんに来ていただきまして、子育ての逆の視点という、イベント、11月26日日曜日14時から行われる、イベントの告知に今日は来ていただきました。今日は七重さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。七重さんと出会ったのはこどめしグランプリの時、こどめし去ったこどめしグランプリ、10月いつでしたっけ、22かもうはるか昔のように感じるんですけど、10月22日にですね、子どもたちが集まるイベントだったので、そういうこの子育ての悩み、親の悩みというか、そちらの方の告知をさせていただきたいんですがという連絡があって、当日来てもらったんですけど、すごいその時に思ったのが、さすがっていうか、なんかその子どもが集まるイベントだから広報をそこでしようっていうのが、そのアイデアがすごい賢いというか、だからもう利用してくれって思って、その時にそういう発想の人が本当はもっといろんな団体、広報で課題抱えてる人がいるはずだから、もっと来ていいはずなんだけど、七重さんはこうやってそこにアンテナ張って来てくれたって思って、それが嬉しくてですね、今日もこうしてラジオに来ていただいたんですけれども、早速なんですが、子育ての逆の視点、このイベントについてどんなイベントなのか教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、はじめまして桃原です。よろしくお願いいたします。私たちはですね、株式会社耕せ日本で、運営している自立支援学校の周知と、あと若者たちや家族に対して自立に向けた相談や指導をしていく活動をしているんですが、でその、代表が、講演会を行うので、ぜひ皆様に、届ければなと思いまして、選択肢の一つになればいいなと思いまして、今日こちらにお願いしてですね、お邪魔させていただいております。ありがとうございます。耕せに日本、耕せ日本というのは、引きこもりとか不登校と呼ばれるその若者たちに対しての、なんか学びだったり支援を行っている学校のようなところですか。そうですね。支援学校になりますね。自立支援学校っていう形で、でもなんか学校っていうよりもみんな集まって合宿を行っているっていう感じなんですけど、でみんなでその中でリアルなありがとうをもらいながら、で自己肯定感とか高めていって、で社会に復帰できるように、自分で自立できるような学校をできることを目的に、してます。この合宿は要はだから泊まるんですよね。宿泊するっていうこと、子どもたちがそこに来て大人に見守られながらっていうことと一緒に、そうですね、共同生活ですね。共同生活、ご飯作ったり、寝る準備したり、掃除したりとか、そんな感じ。大体何日ぐらいやるんですか。もう長い子だったら2年。そんなに泊まる、もうほぼほぼじゃあそこに住むってことですか。そうです。そうなんだ。短期の方だったら1週間か2週間とかでも、受け入れたりもしているんですけれども。寮みたいな感じですね。そうですそうです。なるほど。合宿だからさ、2泊3日とかさ、自連っていうか、免許取る時のさ、あれぐらいのだったらもっと長いやつあるけど、あれぐらいかなと思ったけど、長い子だと2年ぐらい、本当にじゃあ寮みたいなね、学校と平均して7ヶ月ぐらいっておっしゃってました。7ヶ月、半年だ。相当いろんな思い出できるだろうね、そんなにいるとね。一生残るよね、この時の7ヶ月ってさ、忘れないよね。やっぱり自分親戚とか身内じゃない人たちと過ごすこの期間ってすごい大事だなっていうふうに思ってて、その中でもらうなんか刺激って一番大きいものじゃないかなっていう、自分を高める、気持ちを認めてもらうのには大事なところになるのかなとは思ってます。そんな、やっぱりじゃあお父さんお母さんというか、親がこういうところを知って子供に行ってみないかみたいな感じで行ったり、子供が調べて行ったりとか、そんな感じなんですかね。そうですね。やっぱり親御さんから、情報を言って、こういうところがあるよだったりで、やっぱり渋るんですよね。子供たち、怖いもんね、若者たちは。ゲームできる？そうそうそう。インターネットつながってる？そうそう、これは持っていっちゃいけないんだったりないんですけど、全くないんですけど、そういった親元を離れるっていうので、最初は怖いですよね。僕が連れてかれるっていうか、行く側だったら絶対聞きますね。回線あるとか、パソコン OK なの？はい、でまあそれも丁寧に説明して本人の納得得て、でそのまあ紹介しているっていう形になるんですけれども。そうなんだ。はいうん、あ、耕せ日本、この活動自体はどれぐらいになるんですか。もう何年ぐらい。この私が今しているこの学校の周知と親御さんだったりとかを結びつける架け橋的な立ち位置なんですけれども、はい、それが始まったのはまだ日が浅くてですね、はい、この支援校はもう20年になります。あー、長い。耕せ日本もう20年やってるんだ、はいうん、その耕せ日本の代表取締役、まあ、20年いろんなことがあったんでしょうね、はい、いろいろ見てきたこと、聞いてきたこと、そして解決できること、できないこと、うんそういう子育ての悩みっていうのをこう、子育ての逆の視点ということで、はいこの東野昭彦さんですかね、はいはい、代表の方がセミナー講師で、うん、今回場所が、由比の町、3階、中研修室、これが浦添の実着の方にある、ねはい場所なんですけれども、14時から行われるってことなんですが、この子育ての逆の視点自体、日本中いろんなところで行われてるって聞いたんですけど、はい、そうですね、うんはい、好評なんですよね。そうですね、うん、もう精力的にやっぱり活動されてしていて、はい、でやっぱりこう私自身も息子がそういった経験があったので、うん、でここに知ることができたんですけど、はい、やっぱ情報が集めていかないと、うん、出会えないなっていうのがあったので、そうなんだな、なので自分からやっぱりちょっとできること、うん、知ってもらうことをちょっと、うん、重きを置いていきたいなと思って、私は今活動させていただいております。なるほど。七重さんのこともちょっと聞いていきたいんですけど、はい、自分もそういう、悩みというか子育てのを抱えてて、まあ、最初は参加者側だった。あ、そうですそうです。そうだった、はい、そこから参加してみて、うんこういう広報とかっていうか、はい、まあ広げる方の方に行くまで結構精力的に活動されているということなんですね。はい、はい、そうです。そうです。まだ至らないところの方が多いと思いますが、なんかいいですね。その自分が感じたことってやっぱそういう情報になかなか出会えないとかわからないということが課題で、まあやっと出会えたんでしょうね。それで自分はちゃんと伝えようって思うから。このおめしグランプリとかにも連絡してきてくれたのかなってすごく嬉しかったんですけども、本当にその広報にも協力したいと思いますし、これ、参加するにはどういうふうに手続きが必要ですか。告知図にも今掲載しているんですけど、はい、そちらの方からがいいですね、はい、告知図っていうその、告知系のサイトがあって、はいはいうんそこで、調べていただく、まあ、子育ての逆の視点って検索するとですね、はい、結構過去のものとかも出てきたりとかするので、うん、後でリンクの方 FM 那覇の方や SNS にもちょっと貼っておきますので、はい、僕今日告知したやつにはリンク貼ってあるので、そちらの方のリンク架け橋沖縄がですね、今日の番組の告知の方には貼ってありますけれども、後で FM 那覇のページにも貼らせていただきたいと思います。14時、11月26日日曜日の、午後2時からなんですけど、参加料などありますでしょうか。はい、大人お一人2500円頂戴しております。ありがとうございます。これ子供と一緒に来るとき、はい、子供と一緒に来てもいいんですか。はい、もちろんです、ね。子供の分もは、いただいておりません。本当ですか、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ僕が奥さんと行く場合は、うん、2500円ずつ5000円ってこと、はい、ということですね。うん、定員などありますか。60名を、はい、予定しているということですね、はい、ありがとうございます。ぜひとも、皆さん11月26日もうすぐですね、2週間後というか、日曜日行ってみてはいかがでしょうか。子育ての悩み、そういったこと、打ち明けられないことだとか、うん周りの親とかと話してても同じような課題抱えてるとは限らないですからね。その課題に合った人の話とか聞かないと、あ、そうなんだって、自分が悪いわけじゃないんだとか、はい、誰々が悪いわけじゃないんだみたいな、こういう生き方もあるんだってことが分からないと、どうしてもサザエさんみたいなねドラえもんとかね、うん、なんか一般的な家庭みたいなイメージがつきまとってしまうっていうのがあって、うん、人の話を聞くっていうのはいいことかなってやっぱり思ったりしますね。はい、ありがとうございます。改めまして、子育ての逆の視点、11月26日曜日、14時から行われます。参加費は大人1人2500円、子どもと一緒に行っても、大人1人大人の参加料で、計算となっております。場所は由比の町3階、中、研修室、沖縄県浦添市実着4-13-1にあります。ぜひとも告知図の方、また FM 那覇のページにも告知させていただきますので、ご参加よろしくお願いします。戸原奈々さん、最後になんか、リスナーの方々にコメントなんかありましたらよろしくお願いします。はい、子育てっていうのは、それぞれの家庭で行うものじゃなくて、地域だったりみんなで育てていくもの、子どもたちを見守っていくものだなと思いますので、ぜひその、視点からですね、一度足を運んでいただけたらなと思います。ありがとうございます。とっても素敵なコメントだと思います。今日は、不登校支援人材育成協会の協会認定相談指導員の戸原奈々さんに来ていただきました。今日はありがとうございます。ありがとうございました。